ちは、トミプロレーシングです。今回の動画はですね、ルーフスポイラー取り付けの模様の動画になります。私の動画で参考にしてる人はいないと思いますけど、一応その模様をお送りします。このルーフスポイラーって2回目ですね、買うの。多分10年ぐらい前かな、 DMAX かなんか買ったことあると思うんですけど、ものすごく分厚くて、リアハッチ開けるの大変だったような記憶があるんですが、まあ、その後ね、両面テープだけだったので、すぐ外れてどっか行っちゃいましたけど、今回は、これなんだろう、これ一応ヤフオクで見つけて買ったんですよね、この薄いペラペラのやつで、福岡かなんかのショップなんですかね、KK スタイルかなんかって書いてますけど、でこれやっぱ結局開けるとぶつかるっていうか、多分あそこ湾曲してるから綺麗に本当は削んなきゃないと思うんですよね、つける、綺麗につけるためには。まあ、もうどうしようもないんでずらしてつけてますけど、最近はでもあれですよね、家族内でアフレコっていうか動画をディスられるっていうんですかね、キモいだの、暗いだの、挙句の果てに息子に、こんにちは、トミプロレーシングです、今回は、とかね、真似されて、ディスられまくりですけど、まあ、懲りずに今日も、今夜中の12時半ですね、テイク、何回目か分かんないですけど、今、収録してます。最後ですね、最近お世話になってる丸山森武伝さんの、ベースパワーのステッカーですね、一応左右2枚できたんで、貼ってみました。これ前回の動画で新しいステッカーがあるとかって私言っちゃったんですけど、今も昔もこれからもこのステッカーだけらしいので、すいません嘘つきましたんで、訂正します。でこのスポイラーなんですけど、薄いのでシートカバーの重みで割れなければいいなと思うんですが、雨降ったりとかして水が溜まったりして、まあちょっとね、多分雪降ったりとかするとちょっと危険な感じするんですけど、今回もご視聴ありがとうございました。